はい、こんにちは、まとめです。皆さん、GU のね、名作である、リアルレザーシリーズ、まあ、こちらのシューズたちですね、チェックしていますか？実はね、これ、たびたび新作がリリースされているんですよ。店舗でもね、シューズコーナーって結構端にあることも多いので、意外と見逃してる人多いです。ただやっぱりね、みんななんとなくリアルレザーでこの値段ってすごいって分かってるし、クオリティ高いっていうのもね、分かってる人多いから、新作出るたびに、ちょっと気になって買っちゃうなんて人もね、多いと思います。でもね、それさすがにね、全部が全部いいわけじゃないんで、適当に買ってると無駄な靴増えてしまいますし、結果的にね、本当に欲しい靴買えなくなってしまうなんていう可能性もあります。なので、あなたに合ったリアルレザーシューズっていうのをね、見つけるのが超重要。そこで今回の動画では、今ね発売されている GU のリアルレザーシューズ全て紹介します。現時点でリリースされているモデルを全てね、実際に着用してシルエットをしっかりと紹介していくので、買い物でのね、失敗防げること間違いなしです。見ての通りね、過去のリアルレザーシリーズも全て購入してきている僕がどこよりも詳しくね、解説していくので、間違いないレビューになっているんじゃないかなと思います。この動画さえ見ておけば、あなたが買うべきリアルレザーシューズが丸わかり、コスパよくおしゃれ楽しめること間違いなしです。ということで、まずはね、GU のリアルレザーシリーズ、そもそもどんな人におすすめなのかっていう話させていただきたいなって思います。まあ、もちろんすごくおすすめなアイテムなんですけど、価格は安いじゃないですか。でも安いからといって、レザーのクオリティがね、著しく低いかって言われたらそんなことありませんし、値段に見合ったね、値段以上のレザーの風合いしっかりとあります。で、デザインは普通にいいです。結構ね、ルーツに忠実に作っています。これだけね、ラインナップね、幅広くね、作っているので、目的に応じたね、シューズゲットすることができます。なので、コスパよくいい価格探してるっていうのは超おすすめです。ただね、本音で言うと、正直に言うと、こういった靴とかね、まあ、特に革靴とかめちゃくちゃいいものを買った方がいいわけですよ。これ確かにコスパは最強なんですけど、これもね、本音で言うと、グッとこらえて頑張って貯金してお金出していい革靴一足ゲットするっていう方がよりおすすめです。なので、例えばすでにね、高級革靴持ってるよっていう人からすると全然おすすめできません。別にね、これで買い足す必要ないかなって思います。だからこそ、どんな人におすすめかって言ったら、高級革靴買うためのつなぎとして押さえておきたいっていう人にね、おすすめしたいアイテムです。で、そもそもリアルレザーシリーズね、これ何なのかわからないっていう人のために簡単に解説すると、本革を使ったシューズです。合皮じゃないんです。なんと大体5000円以下、激安です。でも本革なんです。これも既存のレザーシューズブランドからしたらたまったもんじゃないと思います。ありえない価格設定なんで、本当に信じられないです。ぶっちゃけ GU のリアルレザーシューズってどうなのって思ってる人も多いと思います。で、あとはね、種類が多すぎるからおすすめ教えてほしいっていう人も多いと思います。そんな人にはぴったりのね、内容になっているので、ぜひ今回の動画ね、最後まで飛ばさずに見ていただけたらなと思います。まずね、最初に紹介するのは新作のこちら、レザーグルカサンダル、こちらですね。お値段3990円。グルカサンダルって聞いても何のこっちゃっていう人も多いと思うので、簡単に解説させていただくと、グルカサンダルってネパールのグルカ兵がね、履いていたことがルーツとされていて、この編み込みのね、レザーが特徴なんですよ。で、一般的なデザインで言うと、こんな感じでつま先が保護されて、かかとも本当はね、保護されてるものが多いです。ここも覆われていて、でも編み込みになっていて、ちょっとね、こうやって肌が見えるというか、露出があるような、いわゆるサンダルみたいな感じですね。それがグルカサンダルなんですけど、とはいえレザーなんで、大人っぽさもあるんですよ。革靴ってそもそも大人っぽいアイテムなんで。でも肌が見えてサンダルっぽいっていうところもあって、フォーマルとカジュアルのね、いいとこ取りをしたようなシューズになっています。なので夏でも結構バランス取りやすくて、しかも季節感も出せるっていうところで、夏にね、買うべき革靴何かって言われたら、やっぱグルカサンダルなんです。まあ普通に夏にこういったね、革靴履いてると通気性悪くて、そもそも暑いっていう問題もあると思うんですけど、これならそんな心配もないですね。涼しく着用することができます。おまけに、この肌見せって現代のファッショントレンドの一つで、メンズでもね、肌見せめちゃめちゃ着てるんですよ。とはいえね、メンズで肌見せって言われて、まあへそ出しできるかって言われたらね、ちょっと難しいんですけど、メンズの肌見せトレンドってなるとどうなるかっていうと、例えばシアーだったりね、同じ GU で言ったらシアーシャツとか出てるんですけど、ちょっと透け感があるシャツだったり、あとは T シャツで言うと結構ね、袖まくってノースリーブっぽくね、着こなすとか、まあこんな感じで今のトレンドで言うと肌見せトレンド着てるんですけど、まさにグルカサンダルだとナチュラルに肌見せできますよね。これに足通してソックスなければ肌見せじゃないですか。まあそれができるっていうところでもね、すごく今ね、使いやすい一足になっています。で、 GU のねグルカどんな感じかっていうと、特徴としてやっぱかかとがねないってところですね。いわゆるミュールタイプというか、まあまさにサンダルみたいな作りになっていて、普通
ここがあってフィットするんですけど、そうじゃなくてかかとはねオープンな状態なんですよ。これはメリットもデメリットもあって、メリットとしては着脱しやすい、めちゃめちゃ簡単、スポッて入ってスポッて脱げるん で、デメリットとしては人によっては歩いてる時にかかとがこう抜けやすくなっちゃうんで、ちょっとね不安感があるというか歩きづらさを感じるって人もね人によってはいると思います。ちなみに僕は割と感じるタイプの方で、ミュールとか見た目はめちゃ好きなんですけど、歩く時にちょっとなんかつま先に力入ってこうちょっとこう上げながら歩いちゃうみたいな、で結果疲れちゃうみたいなことが僕の歩き方の癖のせいなんですけどあって、個人的には苦手だったりするんですが、正直見た目で言うとこれめちゃめちゃかっこいいですね。ソールはシャークソールになっていて、ちょっとボリュームのあるソールになってます。そこにグルカサンダルらしくね編み込みのレザーにしてるんですけど、普通もうちょっと細幅で編み込みが大量にあるんですよ。これは全然なくて、その代わり太幅になってると。このバランス感もすごく良くて、現代のトレンドって結構ソールにボリュームがありつつもフォーマルに、ね、大人っぽくまとめたサンダルになっています。でこのインソールもねクッション性ね程よくあって、微妙に低反発ぐらいなクッション性あって、実際にちょっと歩いたんですけど歩き心地自体は良かったです。でもやっぱ僕の歩き方だとちょっとかかと不安にはなったんですけど、サンダル特有の足の疲れっていうのはね出にくいかなといった印象です。で良かったねやっぱりソールにね若干ボリュームがあるんで、現代のパンツのトレンドってやっぱワイドパンツなんですよね。太いシルエットのパンツがトレンドというかもはや定番になってるんで、基本的に太いパンツ履く人ってのがやっぱファッション好きな人だと多いんですけど、こういった感じでボリュームソールじゃないとワイドパンツの裾に、ね、耐えられないわけです。裾がこう下に入り込んできちゃうわけですよ。そうすると歩けないじゃないですかっていうところで、現代だとシューズもねボリュームソールっていうのが結構ね定番になりつつあるんですが、まあまさにそんな感じでワイドパンツと相性抜群のシューズになってます。で素材ですね、素材やっぱリアルレザーなんです。これ全部共通していることなんですけど、まあ5000円以下でこの本革の風合いだったら文句ないと思いますね。めちゃめちゃいいかって言われたら決してそんなことはないんですよ。なんですけど値段考えたらまあ十分じゃないかなと、これで文句言ってたらさすがにおかしいかなといったクオリティにはなってます。なので素材はねまず基本的に心配しなくていいです。ということでこれ実際に着用してみたのでシルエットをご覧ください。ということで実際に着用してみました。こんな感じのシルエットになっております。実際にね今回ねワイドパンツ履いて着用しているんですけど、これだと足元見えないんで、まあ、こんな感じで2周しようかなと思ってます。まあ、実際はワイドパンツ履いて着用するパターンが多いと思うんで、これはこれで参考になるかなと思うんですが、まあどんなシルエットなのかっていうと、まずねソールはボリュームがあります。なんでワイドパンツ耐えられるようになってます。ただアッパーは薄いんですよ。結構ねアッパー薄くしてるんで、ここでボリューム感が抑えられていたりもします。ここのバランスが絶妙で、ワイドパンツに見た目的にも合うし機能性的にも合うっていうシルエットになっていて、まあ、本当にこんな感じで履いてほしい一足に仕上がっております。とてもおすすめです。はい、ということでこちらのレザーグルカサンダルなんですけど、夏用の革靴欲しい人絶対ねおすすめです。ただですね、僕みたいにかかと開いてるとちょっと歩きにくいなっていう人はねやめておいた方がいいかなと思います。続きましてまたまた新作いきたいと思います。こちらレザーヒールブーツ、こちらはブーツなんで5,990円、この中で多分一番高いかな。でヒールブーツ何なのかっていうと、さすがにねほとんどの人はね分かるかなって思うんですけど、ここに高さがあって身長が盛れるよっていうブーツですね。でまあヒールブーツって一口に言っても結構いろんな種類があって、ウエスタンブーツだったりチェルシーブーツだったりサイドジップブーツだったりね、いろんなブーツがあるわけなんですが、これはいわゆるチェルシーブーツになっていて、まあいわゆるサイドバーブーツですね。ここにねサイドにゴムがあって、こうやって伸ばして着脱できるよっていうブーツになっています。ヒールブーツ自体、まあ、どんな印象があるかっていうと、タフで武骨なルックスであるエンジニアブーツだったりワークブーツ、それと対照的なね印象になるのがこのヒールブーツで、まあ、エレガントで足元シャープなんですよ。なんで足を細長く見せてくれます。でおまけに身長も高く見せてくれるっていうところで、スタイルアップ効果がめちゃめちゃ高いのがヒールブーツの特徴です。でこのブーツ実際どうなのかっていうと、まあ、形についてはね実際に着用してお話ししたいなとは思うんですけど、トゥーがめちゃ細いんですよ。めちゃくちゃ細いです。ここら辺とね比べれば分かりやすいかな。とんがってますよね。ここまでとんがってると結構ね履くの難しいというか、履きこなすのが難しくなってきます。これだとなかなかキザな印象も強くて、おまけにヒールブーツなんでね、ややおしゃれにまちぎで使うってなると難しいかなといった印象です。ということでこちらのレザーヒールブーツ、実際に着用してシルエットをね、見ていこうかなと思います。はい、実際に履いてみるとこんな感じの、シルエットになっています。横から見るとこんな感じ、前こんな感じで、後ろはこんな感じです。で上げるとこんな感じですね。
で横こうで前はこんな感じになってます。でまあ見ての通りなんですけど、めちゃめちゃ細いです。2がとにかく細くて、あとはですねアッパーが薄いですね。まあこんな感じでアッパー薄くなっていて、でくびれもめちゃめちゃ強いんで超細く感じる、ブーツになっています。でヒールがだいたい5センチぐらい、かかったところ5センチぐらいだったんで身長結構漏れますね。通常の革靴自体ね基本的には漏れるんですけど、それよりねプラス、まあ、2センチぐらいは、より身長高くできるんじゃないかなと思います。歩き心地どうでしょうか。これ結構驚きで、ヒールブーツってめちゃめちゃ歩きにくいんですよ、うん、ほんと歩きにくいんですけど、これ意外といけますね。歩きやすいとか決してないんですけど、はい、あでもヒールブーツって考えたらその括りで言ったら歩きやすいと言ってもいい気がしますね、うん。続きましてこちら、リアルレザーモカシンシューズ、今値下げ中でなんと1990円で買えます。 GU のね大ヒット作なんですよ。これリアルレザーシリーズの中でも一番ヒットしたんじゃないかなって旗から見てると思えるぐらい何回も完売になっていたアイテムで、というのもね近年のねすごいトレンドのスクエアトゥになってるわけです。ここが四角いのはスクエアトゥって言うんですけど、まあそれはねモカシンシューズの特徴でもあるんで当たり前なんですが、まあこういった感じのねいわゆるクラックスのワラビーみたいなタイプが今本当トレンドになっていて、そのタイミングで GU が、まあ、激安価格でリアルレザーでやってきたっていうところでねめっちゃ人気だったんですよ。形も綺麗だし素材も悪くないし、唯一ね弱点があるとしたらこの紐なんですよね。この紐が結構チープな印象で、そこが若干弱点だったんですけど、実際履くときワイドパンツで合わせるから全部隠れちゃうわけですよ。だから全然気にしないっていう人もいるし、それでも気になるって人は紐変えればいいだけなんで、弱点はあるけどその弱点ね解消できるアイテムっていうところで人気でヒットしました。で個人的にも超おすすめです。トレンドライクに履くことできますし、まあ、文句ないと思いますね。歩きやすさもしっかりとあるし、まあよくよく見てもらえると分かるんですけど、この中のねインソールの部分見てほしいんですが、見えないかもしれませんが真ん中あたりで切り替わってるんですよ。これなんで切り替わってるかっていうと、このつま先部分って、まあ、実際こうやって見た時も見えないじゃないですか。だからねこの奥までレザーにする必要なくて、なんでレザーにしないかっていうと、ここで止まるんですね。足がつるっていかないようになるんです。この内部で足が動いちゃう状態って、まあ、足痛くなりやすかったり疲れにやすかったりするんで、それをね防ぐために切り替えてたりと、こんな感じで超細かいところまでこだわって作られていて、デザインもいいし素材感も悪くないし、機能性もいいっていうところで本当におすすめのシューズです。ということでこちらも実際に着用してみたいと思います。実際に履いてみるとこんな感じのシルエットになっています。横から見るとこんな感じで、正面はこんな感じで、後ろはこんな感じです。パンツ上げるとこんな感じになってます。で正面はこんな感じです。はい、ということでね、モカシンシューズなんですけど、まあやっぱりね、実際ワイドパンツ履くと目立つ部分って2になってくるんですよ。このスクエア2っていうのが最大の特徴になっていて、今っぽさが出せるシルエットになっています。あと、靴紐もやっぱこんな感じで隠れるじゃないですか。だから気にならないっていう人もね、非常に多いんじゃないかなと思います。まあ今ほんと激安価格になってるんで、これもね、ちょっと2000円って考えられないんで、今ね、この動画で初めてこの商品知ったって人は超チャンスだと思います。まあうちのね、視聴者さん、以前からの視聴者さんだとすでに持ってる人が大半だと思うんですけど、改めて知ったって人はぜひこのタイミングでチェックしていただけたらなって思います。はい、ということでね、こちらのリアルレザーモカシンシューズ、どんな人におすすめかっていうと、これはもうめちゃくちゃおすすめで、もうみんなにおすすめしたいなっていうぐらいのアイテムです。ただ紐が気になる、かつワイドパンツ履かない、かつ紐を変えるのめんどくさいっていう人にはねおすすめできないかなと思います。続きましてこちら、リアルレザースニーカー4990円、めちゃめちゃいいですよ。びっくりすると思います。 GU のスニーカーどんなもんじゃいって思ってる人多いと思うんですけど、これはすごいです。5000円で買えるんですけど、もう本当に良くて、例えばコモンプロジェクトっていうブランド、白レザースニーカーアキレスっていうの出てるんですけど、かなり似てますね。そのコモンプロジェクトのアキレスって超高くて 4,5 万ぐらいはするんですけど、これ5000円ですからね。さすがに並べるとちょっと劣ってるんですけど、でもちょっとかなっていうぐらいですごいですね。めちゃめちゃかっこいい作りになっていて、ミニマルなんですよ。本当に余計なデザインっていうのが一切ない。でリアルレザーになってて、レザー自体も厚みがあってしっかりとした印象ですし、結構隙がないですね。形もこの後履きますけどすごく綺麗ですし、シンプルな白レザースニーカー探してるって人からしたら、もうとりあえずこれ買っとけばいいなっていうぐらいめちゃめちゃおすすめです。でやっぱり革靴で、ね、こういったいわゆるザ革靴だったら高い値段出して、まあいいの買おうって思う人でも、スニーカーになるとレザースニーカーで 4,5 万はちょっとやだなって人多いと思うんですよ。そういった人でも結構おすすめしたいぐらいいいかも。紐まですごくいいです。ということでこちらも実際に着用してシルエットを見ていきたいと思います。はい、ということで実際に履いてみました。横から見るとこんな感じで、正面はこんな感じです。で後ろはこんな感じになっています。で実際上げるとこんな感じの見た目ですね。
横がこれで正面こんな感じです。はい、ということでこちらのシューズのシルエットなんですけど、とにかく細いです。しっかりと細くて、しかもくびれも入っていて、スニーカーでここまで細いっていうのはだいぶね珍しいんじゃないかなと思います。なのでほんと清潔感重視というか、万人に好かれるようなねファッションしたい人とかは、足も細長く見せてくれて、白でしかもレザーっていうところで、ほんと最適なシューズと言っていいんじゃないかなって思いますね。なかなかこの手のシューズを低価格で手に入れられる機会ってないので、悩んだらこれねゲットしておいた方がいいと思います。はい、ということでこちらのレザースニーカーですが、白のレザースニーカー探してるってなったらもうこれ一択です。めっちゃおすすめです。続きましてこちらリアルレザーダービーシューズ4990円。まあ、GU のね革靴といえば、まあ、合皮時代からやっぱこれですよ。ダービーシューズオンオフ兼用でいけるっていうところでね、とりあえずこれ買っとけばね間違いないっていうところで人気ついたんじゃないかなと思うんですが、まあ、ダービーって何なのかっていうと外バネ式っていうことなんですけど、外バネって何なのかっていうと、この靴紐を通す部分、ここ羽っていうんですけど、それが開いた状態のダービーシューズって言います。でこの外バネ式とよくね比較されるのが内バネ式で、内バネの方はこのねパーツの形状が潜り込んでるっていう特徴があります。でまあ外バネと内バネ、まあどんな感じで TPO を使い分けるかっていうと、外バネの方は営業とかのビジネスシーン、いわゆるこれダービーシューズですね、あとはカジュアルなシーンで、逆に内バネの方は冠婚葬祭とかのフォーマルシーン、ビジネスよりもさらにねフォーマルってなったら内バネ式になっていきます。でもちろん内バネでビジネスシーンってのも OK です。まあ、こんな感じでシューズもルーツだったりねデザインが与える印象によって着用シーンにね違いが出てくるわけです。例えばねこれだったら夏じゃないですか、素足で履くとしたら、あの靴下とか合わせたら全然春秋いけますけど、基本的には夏だと思います。で逆にこういったヒールブーツだったらどちらかといったら秋冬メインですよね。ダービーシューズとかになると実は冠婚葬祭はちょっと違うかなとか、内バネだったら逆にカジュアルはちょっと違うかなとか、まあそんな感じで革靴とかって結構 TPO を使い分けられるアイテムだったりするんで、そこもね覚えておくとよりね自信を持って履けるようになるんじゃないかなと思います。で GU のこのダービーシューズどうなのかっていうと、しっかりフォーマルに作られていて、ビジネスシーンでもね使えるような作りになってます。余計な切り替えがあるわけじゃないですし、ミニマルで癖がなくてオンオフ兼用で、ね、使うことができます。ということでこちらもね実際の着用シルエットをご覧ください。はい、実際着用するとこんな感じになってます。横から見るとこんな感じで、正面こんな感じで、後ろはこんな感じです。で、裾を上げるとこんな感じで、こんな感じになってます。まあもうパッと見すごいフォーマルな作りのシューズになっていて、まあ何よりも薄いですし、何よりも細いです。明らかにシャープな作りになっていて、だからこそビジネスシーンでもね、使えるようなシューズになっているかなと思います。なのでワイドパンツ履くと結構ね、すすっちゃうようなところあるんですけど、一応ね、デザイン的に言うとカジュアルでも使えるような作りにはなっています。ただ、やっぱどっちかって言ったらビジネスシーンでね、使う方が今のトレンドだと多いかなといった印象です。続きましてリアルレザーラウンド2シューズ、こちらですね、4990円です。これねパッと見先ほどのねダービーと似てるなって思ったと思うんですけど、どう違うかっていうと、ざっくりね最初に言うとこっちのがよりカジュアルな作りになっています。これラウンド2ってね商品名に書いてある通り2が丸っこいわけですよ。ダービーも正直丸っこいです。でもより丸みを帯びてるのがラウンド2ということで、ね、よりねちょっとカジュアルで曲線的な印象強かったり、あとはですねこのねコバが、ここの部分コバっていうんですけど、コバがちょっと出ててボリュームのあるソールになっていたり、側面から見た時もちょっとね溝ができていたりと、カジュアルなソールになっています。ちょっとした違いなんですけど、こういう細部の積み重ねでよりカジュアルになっているのがラウンド2シューズですね。おまけに素材もですね、ダービーと比べると若干気持ち厚みがありますね。いろんな要素において少しずつカジュアルダウンされてるっていうのがこちらのリアルレザーラウンド2シューズになっています。ただですねデザインはね、余計な切り替えないですし、全てがね同色でまとめられていて、ミニマルで癖のない作りになっているので、こちらもね全然大人っぽく着用することができるシューズです。ただねビジネス用ってなるとちょっとカジュアルすぎるんで、これはカジュアル用だと思ってください。ということでこちらのシューズも実際に着用してシルエットをお伝えしていこうと思います。実際着用するとこんな感じのシルエットになっています。横から見るとこんな感じで、正面こんな感じで、後ろはこんな感じです。裾上げるとこんな感じですね。横はこんな感じで、正面こんな感じになっております。先ほどのシューズとやっぱりね物で見ると結構似てると思うんですけど、実際履くとね違いが出ていて、2がねやや丸っこくなっていたりとか、ちょっとね厚みがあってカジュアル感が増してると、でコバも出てるっていうところで、総じて全体的にカジュアルな印象になってます。ただ形自体はね細いはこれかなり細くて、くびれも強いんで、シャープさもしっかりと兼ね揃えていて、この厚みがあるんでワイドパンツとかにも耐えてくれますし、細くも見せてくれるっていう
うところで、カジュアル用であれば明らかに、ね、こちらの方がよりおすすめです。ということで今回ねリアルレザーいろいろ紹介してきたんですが、最初に紹介したこちらめちゃめちゃかっこいいです。新作っていうこともあってまだ持ってない人多いと思うんですけど、まあ、今年ねこういったグルカサンダル履くの超おすすめですし、これ文句ないと思いますね。ちょうどいいデザインにちょうどいいシルエット、とりあえずこれ買っておけばグルカサンダル一旦いいかなって思えると思うんで、つなぎでね、革靴探してるって人にはこれ超おすすめです。ちなみに僕ね、ニューバランスで26センチ。まあ大体スニーカーだと26あたり選ぶことが多いんですけど、このシューズも26センチで、ジャストサイズでした。なのでこのあたり参考にしてサイズ選んでいただけたらなと思います。おすすめカラーとしてはブラック一択です。黒が超おすすめなんで、迷ったらね、黒ゲットしておいてほしいなって思います。まあ GU のね、リアルレザーの新作って、たびたびね、完売起きるんですよ。なので、このね、リアルレザーのね、グルカサンダル欲しいって思った人は、ちょっとでも気になったら、早めにゲットするのがおすすめです。ちなみに僕はシティというオリジナルのアパレルブランドを展開していまして、毎週金曜日に新作アイテムをリリースしています。概要欄にストアのリンクを載せておきますので、おしゃれなアイテムをお得な価格でゲットしたいなんていう方はね、この機会にぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。